やハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジャルユナマです。現在2024年の6月27日木曜午前1時52分ですね。はい、先ほど怪異と乙女と神隠し、見て、リアクションアップロード、もう一回見ながら感想嵐をまとめながら、なんと30分以上寝落ちしてました。やってもうた。はい、ということでこの時間になってしまいましたけども、声優ラジオの裏表12話最終回ですね。アベマ TV で見ていきます。先に軽く自己紹介、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、世界丸見え、テレビ特捜部、痛快アカシア電子隊などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 業をまで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。はい、それではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけ確認でお願いします。いきます。3、2、1、スタート。佐藤の演技でずっと気になる感じがある。周りを意識するのが下手、ベテランに敬意されてると。さすが豊田萌さん、川島サファイアイズムやぞ。他で負けてんのに気合で負けてどうすんねんと。さあ、いよいよ最終回ですな。しまった。夕日と休みは突き抜けたい。ああ、怒られたな、あのガヤの時ね。
ブレーキをかけるなと。違います。わお、かっこいいこと言うね。120点かい。あ、大野さん、あれあれ、なんで森さんと大野さんね。大野、え、マリと森香織か。優しい先輩ね。ツンデレのテンプレみたいなセリフ。ツンデレのテンプレって。重なるストーリーやね。汗だくやで。
セリフ飛ばしたな。一発 OK なんかなこれ。すさまじかったけど。これは地下が圧倒されてもたかな。一発。夕暮れの怯えた声に合わせて作画を変更するっつった今。ツンデレのテンプレートかなこれ。何歳なんやこの2人は。40ぐらいかな。あれ出るんじゃ、あなたのそういうところ。あ、出た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 。無意識。取り残されたけど。触発されたな。あ、
あ、外角高めさんね。うん。野球部のね。書いてへんやろ、それ。え、書いてた？書いてんのか？あ、書いてたか、そら。イチャラブ大作戦。ユリ営業え、またなんかあれ、お泊まりとかせえへん？顔がいい、歌がうまい、演技うまいだけかい。あ、わからん。懐かしいな、7話あったかな。めくるね。ああ、コロッケかどうか、懐かしい。2話、2話。胸がもうええわ。そんな収録まで1時間でまだ何も出てないの？
結構仲いいと思うんやけどな。ハートタルトカレンダー、あ、秋村、あ、川崎さんと、あ、なんていうか、あ、とといいつ出してんこの ダークオーラやな、取れたか OK。あ、終わり？終わりや。いや、面白かった。あの、影崎さんと、なんとか趣里やったっけか、名前出てこへん。あ、そうか、セリフなかったし。急に名前飛んでもた。声優。あ、成瀬修理か。Cパートはないね。はい。ああ、終わってもだね。うん。まあその前回ね、まあ夕日に、頭を下げてね、まあ協力してくれと言ったその答えっていうのが、答えというか、まあ夕日の考えとしては。それリテイクのたびに萎縮してどないすんねんと、これが私の演技や見てみんかい悪いぐらいのね、まあ勢いでいかなあかんと、まあこれあの川島サファイアイズムですなあの豊田萌さんね、だから他に勝てるとこないのに気合で負けてどうすんねんっていう、まあ根性論の話になったんやけども、あのすごくいいこと言うたね。まあほんでまあそれを聞いてで、抜き撮りっていうんですか、あれは別撮りのことを、まあ、そこに森さんも大野さんも来てくれた。でそのまあ大野さんが怒るというのは、その期待してる現れやとか言ってたかな。まあちなみに私も1話で怒られたけど、あの対抗心が面白かったね、こいつはみたいなね。まあそしてあの魂の演技ね、まあ声優ってすごいねほんまに。まああのね、自分もこうアニメに興味を持って、
まあ、UFO のイベントだけですけどもね、今まで行ってんのは。やっぱ朗読劇とか見てたらすごいなと思うからね。ようこんなね、もうこうね、こう台本片手にこう、ね、マイクに向かってね、こうほんまに。その、やっぱ手とか動かはるから、まあまあ当たり前なんやけどね、当たり前だけど入り込まなあかんわけでね、当たり前やけど。うん。まあまあ、そんなね、その素人の自分にはそんなことできるわけないから、あ、すごいなぁと思いながら見てましたけどね。でね、その今回その休みに関してはもう汗だくになってることにすら気づいてない。でその幼少女のセリフがそのリンクしてんのよね、あの休みに、あの夕日に対する言葉っていうの、思いっていうのに、なんかこうちょっとなんかリンクしてたかなと思って、まあもうちょっとセリフは忘れましたけども、やっとこれだ、桜庭に手が届くみたいなね、なんかこれでやっとあの夕暮れ夕日に手が届くぜって言ってみたいな感じやったかなと感じで、うん、でまあそれに対してね、あの夕日が圧倒されてセリフ飛ばすとかね、いやーすごかった。やっぱり持つべきものは親友って言っていいやろこれね、嫌いやし友達にはなれへんとか言ってるけど、もう友達やねん、これ友達としか言いようがないのよこれね。でまあその収録の後にあの大野さんのあれも良かったよな、なんか何年目の、何歳や相手ね、いや3年目の10なんですけど、ああもうこれやから若いやつ嫌やねんとか言いながら、ちょっとツンデレのテンプレートをまた見せましたね、森さんが言うね、何それツンデレのテンプレートみたいな、うん、いいね、ツンデレのテンプレートっていうちょっと単語が気に入ってしまいました。まあそしてまあね、エレベーターを乗りながら、私あれでできてたんとか言って、どうやったみたいなね、ほんまできてたみたいなね、あんたそういうとこほんま嫌いっていう、もう、うん、もうコントを見てるかのようでしたね。まあそして、そっからは今度はまあラジオ中に、外角高めさんからのね、返事が来て、まあそこでね、まあアドバイスのおかげで、活躍できましたと。で、休みさんはどないでしたかみたいなね、休みさんのその演技に悩んでたみたいですけどどうでしたかみたいな、まあ、ちゃんと答えたかな忘れたけど、なんかもう最後のあのすねの蹴り合いでいろいろ飛んでってもらったら面白すぎて、まあほんでね、そっからはあのイチャコラ、だっけ、イチャコララブなんたらめのコーナー、まあ朝香ちゃんね、朝香美玲ねが、ちょっとなんか、ずっと、休みが、休みちゃんはあの夕日がイライラしてないかみたいな、あ確かにファントムの、オーディション受かったって言ったあの日からずっとそうやなみたいなね感じで、でまあお互いのいいところ好きなところ、を見つけてきなさいっていうことだったけど、まあんな出てこうへんかね、1週間経って3つで、しかも何だっけ、 顔がいい、歌がうまい、演技がうまいだけ、なんか3つだけやったな、あの由美子が書いてたのが、まあ若菜やったらいっぱい出んのにとか言いながらねでまあ結局出えへんままそのラジオ局行く間に、あれライブしてたんだ、あれ1話だけか、2人ライブしてたんでだとか、あの2話であのコロッケね、あのコロッケが飯のおかずになるかどうかっていう議論でめっちゃ喧嘩してたな確かとか、なんかそういう思い出の地巡りみたいなことをしながらね行ってたけど、でまあまあいざラジオ本番始まったらもう嘘のええとこ合戦でもうビル全体がダークオーラに包まれてたけどねあんだけバンバン出てくるっていうのはそのアドリブ力のすごさね、2人ので、あもうええのこれでって言った後からのその本音でね、あの演技が どうのこうの言うてね言いながらこうすねを蹴ってたんが、まあ面白かったね、あんたとは友達にはなれないけどもと、まあ一生ライバルとしてみたいないう感じだったから、まあこれはね、うん、ぜひ2期があれば見たい。もうなんかこのね2人のやり合いずっと見たから、あのトムとジェリーみたいな感じじゃないか、ちょっとトムとジェリー覚えてないけどなんだかんだで、あちっちゃい時見てたんでね、トムとジェリー、あの衛星放送で、衛星放送って懐かしいですね、うん、いやあとこのね休みと、まあ、夕暮れ夕日とね、うたたね休みのこのどう言ったんかな、不器用切磋琢磨って言ったらいいのかな、うん、不器用切磋琢磨劇場ずっと見ときたいね。まあほんまにあの今期の中で1話の中ではもう一番面白かったんで、あの UFO は別ですね、 UFO は別としてね、うん、
まあまあ最終的にはまあベスト10に入ってくるかな今期。面白かったわ、実に面白かった。うん、なんかそのまあ自分もねこうやって人前に立つ人間としてなんかこうねまあ共感できる部分あったりだとか参考にできる部分があったりだとかっていうねいい作品やったかなと思います。まあこういう声優系のアニメってなんだかんだで面白いですからね。これの前に見たのが落ちこぼれフルーツタルトだったんで過去作のねあれこそも共感の嵐でしたけども、まああれはあれでもほとんどギャグアニメやったんですけどね。もうこれはちょっともうシリアスな部分と、まあギャグの部分だとかもうほんまにすごくいいバランスだったなと、思いました。はい、できれば2期見たいなと思います。以上、声優ラジオの裏表12話最終回でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年4ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして、深田恭子さんとずだこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションもその他もろもろスタートしてくれて、1554日目、長いです。ただこのチャンネルもっと長い。2009年の4月の24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどいやめたい、ずっと言ってます。それでもなおやればできる諦めないを伝えたい、そう思って1日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジアルドゲン浜でした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。